敵ボスの正体を突き止めた私たち、そのアジトに乗り込もうとして、その時とんでもない罠が。いや、なんと私以外は見えない壁に囲まれちゃったの。どうして？私は平気だったのに。ごめん、おしろ。実は私たちアスナを裏切っちゃったです。え？私たちアスナを裏切っちゃったです。え？100点。どうしてみんな？わからない。ある、ある一つでバカじゃなくなった。ある、そんな。すまんでござる、アスナ殿。バカでなくなった拙者たちにはもうこの見えないバカの壁は越えられぬでござる。そんなのないよ。今までずっと5人で戦ってきたじゃない。みんな無駄な抵抗はやめなって。あなたたちは僕には勝てませんから。急にくねくねしだして、どうしちゃったの？みんな、まさか敵ボスに体を乗っ取られたのね。君たちのテストを100点満点にしてここに来させないようにしたのも僕が赤松先生と仲がいいからだよ。私たち負けない。 DVD にこのおまけを突然つけようって言い出したのもあなたね。だったらどうなの？スケジュールもなくて予算もなくて、みんな大変だったんだから。今日こそはっきりさせてもらうわ。素直に応じないとあんたが大切にしているエヴァンゲリオンのフィギュアどうにかしちゃうわよ。わーっと見せてください。観念したわね、あいつ。テレビの前のみんな、敵ボスの正体は分かったかな？答えは CM の後すぐ。装着変身ヘルメット、どんな敵でもディアパワーでひとひねり。スーツも付いたデラックスボックスも発売中。魔法なソイ、見たいですね。なんかあなたがスタちゃんの大月としみちね。ごめんなさい、僕大月さんじゃないんです。大月今いないですよ。では仕方がないです。全ての責任を持ってすごいオチをつけなさい。何それつまない。そんなんじゃ納得いかないわ。何かグッズをよこしなさい。そうね、このアスナの水着のフィギュアで勘弁してください。どうぞ。ありがとうございます。まあ今回はこれぐらいで許してあげます、はい、です。じゃあ帰ろうか。こうして地球の平和は守られたのであった。まあ私には関係のないことだがな。